はい、お願いします。これで何キロぐらいですかね。生地で 4,5 キロで、房でやっぱりそのぐらいあって、だ10キロ弱ですね。10キロ弱ぐらいのものなんですけど。うわーすごい。うわーすごいねー。こうちょっとどっちかに向けようか。いや、そちら側で、はい、大丈夫です。うわ、ん、長さは全部斜め。やっぱり実際見るとサイズ違いますね。それで、あの、大体締められるのがここから下ぐらいのところが図柄が出てきますから、うん、大体決まってるんですか。ここから何センチのところまでしか、あの、お人によって、あの、上の方にあのやるのとやっぱりこう、あの、うん、締め方で、はい、違いますね。多分機械でやられる方は何センチまでビリーってこう刺繍したらいいかもしれないですけどね。どうだろうかね、うん、まあ、いろいろ今ずっと図柄上までしてる方もいらっしゃるけれど、うん、途中で切れちゃいますけどね、当然、うんうんうん、横に帯が入るから、うんうんうん、それでね、まあ、これは全部一応手刺繍なんですけれど、これは本当は、女性は触ってはいけないことなんですよ、お部屋の神さんでも、うんうん、っていうのは、やっぱり神様のものでしょう。で、この神様が、日本では元はアマテラスオオカミ、女神なんですよ、うんうん、ですから女の人が触るとなんか女、その人に悪いことが起きるから触りなさいということ、触ってはいけませんということで、うんうんうん、決してね、うん、不浄なものとかっていうことじゃない。なるほどね。その人にもし悪いことがあったらいけないということで触らない方がいいですよという形になってます。なるほど。で、実は私違う中身はね、男みたいなもんですよ。お仕事。それでこの縦尻尾のところが、ね、つい触れてくる、うん、これも全部 手作業なんですよ。で、房も昔から大体100本、はい、ものがありますけどね。何編みとかそういうなんかあるんですか。そういう、尻尾編みっていうのはこういう編み方。で、あの、綱は普通の編み方ですね。ただこの向きが違うとかね、そういうことがあります。で、この縫い方は駒縫いという縫い方です。駒縫い、はい、これは他の羽蓋に縫ったものをこの形に縫わせたものをパーツパーツでこう重ねて縁を取ってると。じゃないと、ね、そうか、そういう意味ですね。こうパーツパーツで縫っておいて、うん、それから一緒につなぎ、まあ、乗せていくという感じ。そうです。それで、例えば竜なんかもこの頭だけをやって胴体を別にやってっていうことがあったら、この刺繍してる最中見てもわからないんですよ。それと今見てお気づきだと思うけれど、例えばこの竜のこの背中のヒレの部分と、うん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 、それから胴体の部分と、ええ、色が違いますでしょ、ええええ、違う色、糸の色というかね、はい、赤金という、素材一緒かな、色が違いますね。金は金でもね、赤金というやつですね。それからこういう艶のある金がありますね、はいはいはい、でこういうふうに艶のちょっと、うんうん、こういうのはより金、金糸をよったやつ。でこの光ってる方は金糸をよってない分ですね。でその上にまたこういう色糸を塗っていったりあんこを入れて、でそれと例えばこの眉毛の縫い方とここの縫い方と違うでしょ、うん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 、これはこれでまた別に特殊な縫い方があります。これは 何種類ぐらいの縫い方があるんですか。そのものによってその表現の仕方がいろいろ変わってきますけれど、やっぱり駒縫いの中でも、うん、それはやっぱりキリがないといえばキリがないです、うん、あとは多分基本的なものは一つ、うんうんうん、あとそれを組み合わせたりとか、はい、またそれで編み出したりとか、こういうふうにしたらっていう。あともう一つは皆さんがイメージしているように普通の生地になってる、うん、これは我々刺しって言ってますけれど、うん、そういう技法と大きくは縫いというのと両方分かれる二つ。刺しって差し込むような意味合いですか。
ですか。裏まで糸が通ってると思ってくれば、あのこういう綺麗にこう刺繍で整っていくでしょ。うん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 、そうすると裏も刺繍されるって、うんうん、いうか糸が出てくるでしょ。そういうものが刺繍。で化粧回しみたいなこういうものはあの元はね、例えば何と言ったらいいのかな、家族の装束とか出汁のいろいろ京都の家の出汁やなんかあるでしょ、うん、ある時の家や、まあとにかくこう目立つ刺繍ということです。とにかく絢爛豪華にするということ、うんなんか触ってる時って男の方でした。裏の方は裏はね、はい、わあ。つい手伝ってあげたくなっちゃったけどさ。つい歌舞伎の時にこう声をかける、まれも女の人ダメなんだけど、ついかけたくなっちゃった。はじまやとか言いたくなっちゃうんだけど、ストップ。あ、そうなんですか。そう、女の人なんですけどね。なるほど、うん、これは見たことないですね。これは初めて拝見しました。何度あの説明を受けてもわからないんですよ、うん、これ百分にね、うん、本当に百分は一見にしたこれがこちらが結ぶあの腰の後ろに来る方なんだけど、この辺までやっぱり裏は入れるんですわ。ですからあのいろんなお話の時に、うん、まあこれはねあの、うん、うちのものなんですけれど、うん、これはもう例えば三越さんなら三越田始めだったら田始めって入れるんですけど、これ外しちゃってここにそのいろいろその企業名を入れてもいいかなと思います。ということはここのところのそれが見えません、見えないけど、この今、お名前とマークが入ってる感じでこう名前が入ってくる、ね、そうですね、うん、企業名結構だからちゃんとびっちり入ってらっしゃいますね、うんうん。まあ、これはね、あの一応製造者としての袋に一応入れてるんですけど、うんまあ、この辺にこうずっと入れていいんじゃないかと思いますよ。入れてください、これは、はい、40センチ、50センチぐらいですかね、 この長さ、はい、今大体いっぱいいっぱい、でもこれ結び目になっちゃうからそんなにいっぱい入れてもないんじゃないかな。ダーンダーンうん、そうですね、50弱ですね、はい、そうですね、45ぐらいかな、うんうん、46、ありがとうございます。46、7で横の長さがそれこそこれがね、あの大体63ぐらいなんですよ、全部でね、うん、あのこれで63ですね。生地の幅はあもっとあるんですよ、うん、ただこの図柄として出てくるところ、寸法が、うんうんうん68ですかね、だいたいね68のところのこの尻尾編みがこう来るから3センチとかなんか両方で来るから62、3が図柄の部分になるということをこの間もちょっと申し上げたんです。そうですね、はい、ちょっとあの話しなぶっちゃうかもしれないですが、うん、化粧回しって本来どういうものかっていうちょっとお話をいただけたらと思って、はい、昔の昔っていうかその本当にこの化粧回しっていうのは、うん、もうある前は普通の取り回し、あの今の締め込みなんですけど、はい、その取り回しとあの化粧回しっていうのは同じものだったんですよ、うん、化粧回しじゃなくてもう取り回しで土俵を利用してたっていうことですね、うんうん、でそれから江戸の勧進相撲からだっていうふうに聞いてますけれど、その勧進相撲の時に初めて土俵入り専用の化粧回しというものができて、で、あの取り組みをするときはもっとこの前の垂れてない前はね、この膝の上ぐらいまでのところにこうちょっとその締め込みの先を垂らしてたということですね。今では大丈夫ね、エプロンぐらいの感じですかね。そんなに長くはなかったと思うんですよ。もっと短いですね、まあ、あのよく絵にあるけれど膝の上ぐらいのところに出て、でそこにそのしこ名が入ってたり、そのお抱え大名の印物が入ってたりということですね、うんうん、
だからもともとはその、ね、今でいうスポなそういう谷間さんの名前がね入ったものですとか、うん、講演会の名前が入ってますけど、うんうん、前はそういうのも全くなくて、はい、そうですね、うん、本当に何も書いてなかったですもんね、うん、この部分にね、この部分はね、でね、うん、これなんでうちの名前入れてるかっていうとあの実際にこれ ある関取のために作ったんですよ、でその方があの竜怪我をして、だから怪我をしてるから作ろうっていうふうにみんなで集まってやってたんですけど、その方がどうしてもその怪我がうまく治らないから、うん、これ作った途中でキャンセルをしたいと、でどうしたらいいだろうかっていうから、たまたまうちもいろいろその取材にメーターになってる時に現物になった方がいいかなと思って、じゃあこれいいかなということでキャンセルを受けてうちの名前を。だからもともと作る時、新 品じゃない、閉めてない、閉めてない、それでちょうど何だっけかな、これ横もすごい可愛いですね。その時にちょっと展示してたことありますよね。あ、そうですか。ここの柄のこの生地はもうこの生地柄です。いや、ありますよ、まあ、あるんですか。ただこれは、うんうん、うちはこれを使ってて、この柄のね、はい、うんうんうん、なんか切れ端よそのあったかもしれないけど、例えばよその仕事をしたりするときにこの裏で作ってくれっていうのがあって、それをうちで作りますけど、うちが例えば三越さんだとかそういうところに納めするときも、全部これを使います。ああ、そうですか。でここに三越って書いてあってもこの柄を見れば、うちで作ったのかなって皆さんに分かっていただけるようです。今は欲しいですけどね。この上に、ね、名前とか入れちゃもったいない気がしますけど。いや、もうこれをこれで完成してらっしゃるか。だからこっち側の裏でも入れるんだったら、こっち側にも入りますよ、うん、やってもね。あっち側の方がね、ちょっと。で、飾るときに多分どっかで、ね、お披露目するときにこれを前にちょっとかけるんですわ。でそれで先の方がいいかなと思います。素材はもうあれですね、いろんなの、まあ、もちろん証券とか、この生地はそうですね、はいはい、でこの金蘭はね、一部というか人間紙も入ってるみたいですよ。あんまりこの裏はね、うちはこだわってない。あ、そうなんですか、うん、うわすごいですね、やっぱり。で飾るときにはちょっと逆になっちゃった、どっか折れちゃったから、うん、うん、小川関もねおっしゃってましたけど、うん、紫はね大関と横綱しか使えない色だ。ただこの生地の方はね、うん、こっちはここのことは言ってるわけじゃなくて、この横のところですか。はい、あ、そうなんですか。一対のものですけど、このベースの生地は別に大丈夫。紫でも黒でも、うん、そうなんですか、うん、紫だとまたこの金糸とは違いますよね、素材がね。紫の場合はそのやっぱりこれも人件費ですけれど、うんうんうん、ただ糸を染めたりなんかするのは1個ずつ染めますから、出たところで、ね、同じ色が出ないと、うん、だから例えば私が手工みたいな色がいいって言っても全くその色ではないから、そ、ね、はい、まあ、それに近い色という形になりますね、うんうん、手染めでね染めていくっていうふうにね、うん、おっしゃってましたね。で飾るときにこれがポッと前に来るんですが、なるほどなるほどなるほど、うんうん、だからこういう形で飾る、文字がそうですね、内側向きで入ってことで、はい、でちょうどねこの丸のこの辺までだと思いますから、もし入れられるんだったらこのな間だと思います。下のですね、ここのところに字の大きさって大体この同じぐらいの、いや、この中でいっぱい入れても大丈夫ですと思いますけどね、うん、ね、入れるのは綺麗にねピシッとこう並べて入れたいですね。手でね、手作業でやっていかれる、ね、職人さんは5、6人の方で、うちは今1人はもう僕より1個上で
もうちょっと無理になっちゃったのがいるんですよ、うん、であともう一人同い年のやつでこれもちょっともうそろそろ危ないで、どうなったか、3個下のやつとあとそれから5人ぐらいで今一番うまいのがいます。あのこの間の横綱のやつを作ったやつとか、あ、そうなんですか。あの大関の花火だとかを作らせたやつ、これが日本で一番うまいと思います。へー、その下の方は育っていらっしゃるんですか、若い方。もうちょっと下でいますけどね、それももう50近いかな、うん、もう一人いますけど、それもまだちょっと一人ではやらせられないなと思ってますけどね。それでもいいですね。結局ね、うん、皆さんこう後継者のこといろいろ言ってくださるけど、ね、うんうん、ちゃんとそいつらが普通の生活できるぐらいな手間賃があって、 でもこういう仕事ってそうそうあるわけじゃないじゃないですか、うん、年6場所で新十両ができたぐらいしか、うんうん、どうぞおかけください、うん、ありがとうございます、うん、どうぞおかけになって楽にいってください。俺もその辺じいちゃん座っちゃいますね、はい、うん、